あるぞ、ま、そのマザラはあるぞ、そのマザラはありすぎるぞ。いや、ウルトの判断が噛みすぎたな今マジで。見た目変わりますからね、どうしても。シールドをリチャージ中、標的を確認。狙われてる。ダメか。僕に任せて。敵誰も落ちねえか。こんばんは。あ、でもごめん、これを皮肉って囚われちゃうわ。ああ、ごめんね。そうだよな、これも皮肉に聞こえちゃうんだもんな。かわいそう。惜しいです。ナイファーイ。逆に味方に来てくんねえかな、その、ゼロ出しちゃう人、その、俺のコメントくるやつ、めちゃくちゃボロスに言ってやりてんだけど。やばいね。いやー今のなー、マジで負けんのかーって感じだわ。本当にくそ悔しいわ。そう、これで同じレベルらしいからな。 CSA なんですけど、詳細感度で自分の使ってる感度を作ってエマチストを PC と同じように設定して練習したら、その辺もよくなると思いますか。どうだろう、わかんねえな。なんで毎回ここに表示されちゃうんだろう、左のやつ。もう LINE とか右上にやっとくか。俺たち、なんか申し訳ねえけど、出会うとき、必ずワンピック一切取れねえんだよな。それが難しいわ。そう、今まで、俺、6回ぐらい出会ってるけど、全部負けちまうんだよな。かなり悲しいぜ。ランクは結構高いんだけどな。俺ちゃん、今日も頑張ります。もう逆に皮肉で言ってくか。はぁ、あ。辛くなってきたわ。そうなんだよな、すまね。今度は50代かもしんない。いやマジで難しいな、あれで負けちまうのかって感じがするんだよな。どうしても、どうしてなかったかな。そうなんだよな、あそこで負けちまうのはもうぶっちゃけ理解できないから、あそこで勝つ方法を考えたいね。謎です。勝つ方法が思い浮かばねえ。今回のチャンピオンを紹介します。私は倒れたものでなく。そうだな、あそこで負ける。どうしたら勝つなんだ。難しすぎるね。1枚ダウンさせて、2枚目もダウンさせて、3枚目出てくるからな。マジで難しい。あれで負けちまったらもう何も勝てないんじゃないと思っちゃうわ。どうやったら勝てたかなーってか、すげえな、3人同じ場所をされ始めるの。いいじゃん。お、しかし俺の方がいいアイテムが。なんでこいつらとね同じの持ってくるんだ。
こっちへ行こう。次のリングまで少し距離がある。そう、俺も勝ったなって思ったんだよ。そしたら負けた。マジで難しいね。マジでどうしたら勝てんだろうな。配信お疲れ様です。リングまでかなりあるぞ。それにあと45秒で考えよう。どうやったらあの場面でも勝利が。点は意外といる。いや、やっぱ分からんな。難しいな。やっぱどうしてもバッテリー巻き切ってってやりたかったけど、やっぱラグいからバッテリー巻き切ることもできなかったし、そこら辺考えていくと、まあやっぱ難しいな。でしかもあの相手はプレデターだったんで、多分入居のアビリティじゃなかったら多分瞬殺されちゃってたんだよね。いや、あそこまで粘れたのはやっぱ入居かなって感じはする。粘れたってか、なんかワンチャンあったらマジ入居のおかげかなとは思うわ。一生懸命やる価値があるだろう。よし、アップグレードを手に入れたぞ。まあ難しいな。まあドンマイだな。ああちょっと反省のしようがないな、あれは。イエス。こんにちは。ちょっと難しいってことにしておこう。反省をしようがねえし。追加のアイテムが欲しいやつはいるか。はいはいはい。コントローラー専用内、アプリ内で角をいじるとかも規約違反ではないという認識大丈夫ですか。大丈夫ですね。死を受け入れる。そしたら最強になっちゃうからな。パークがいらなくなっちゃう、パークが。ま、ワンチャン勝てるとしたら、バッテリー巻き切ってって感じかな。それかセル一本だけ回すとかね。大丈夫ね。マクロはダメだよ、マクロ。デッドゾーンとかはいいけど、マクロはダメって感じかな、イメージは。そう、しっかりもね、そう、俺から聞いたから OK っていうのもなしで。そう、一応ちゃんとね、調べてもらえるとありがたいかな、俺は。一応ゲームプレイ 1V3 でワンチャンあるってことが証明されたんで、マジ強え。最強だわ。これはあるぞ。あれはもうアウトだね、完全に。連射機能好きとかさ、ボタン入力を記憶させるとか、そういうのダメだね。あ、そうか、弾かれてた、弾かれんのか。舞台の半分が吸えた、いいぞ。ってのがないからね、マジで。何それ。そうね、起こしてる最中に死んじゃったからね。こんばんは、今日もお疲れ様です。あとは固まりすぎかな。屋根上とかにいればよかったんだけど、俺の盾に3人集まっちゃったのがやばかったね。言えることがあるとすれば。
あ、どうだ、見えねえ、こんばんは、今日も頑張ります。おお、なんかすげえ3人集まってきた。シールドをリチャージしてる。あんたたち急ぎな。もうすぐ元気を注入してるよ。すげえ。リングは遠い。こんな広々とした場所で弾を取りに。かわいいな、大集合。新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダーだ。倒す戦士がもう、エルスターにじゃん、神かよ。それが分かったんで、少しずつ動きを変えないとな。ウルトを使うにしても使っちまったら寄ってくるってことが判明したから、でアビリティも多分ついてくるから、そこをしっかり考慮した上で。いや、集まってきたらあれだな、アビリティ集まってきたらウルトに逃げよう。うん、これでいいや。ウルトを使うじゃなくてアビリティ使ってウルトだな。オッケー。こんばんは。入居はいい感じだね。そう、多分どうせアビリティに集まるだろうから、それを利用しよう。逆にケアパッケージが到着するぞ。ニューキャッスルの恐怖を教え込もう。あー、できないんじゃない、できないと思うよ。ん、ほんとだ、なるほど、できねえんじゃねえの。近所はね、パークは硬さはどっちも取ってきゃいいんじゃないかな。左と左、あ、ホライズンだったらできるわ。うん、ホライズンはできる。ホライズンはなんかストレフし始める。あいつはやばいね、最強キャラクターぐらいかな。他は多分できないと思いますよ、多分ね。違かったら申し訳ない。俺の記憶ではできなかったはず、ホライゾン以外は。うん、カーロボットに命中。ラウンド3、リングのカウンターからあっちに敵だ。お、ニスコアンじゃん、モーラを。ああ、そいつね、嘘ついてんね。そいつ嘘ついてるわ。あのホライゾンだったら違うけど、違かったらあの嘘ついてるわ。リングはすぐそこだ。残り1分。お前らなかなかやるじゃねえか。あるよ、ホライゾン専用かな。リングは近いが、速度ね、難しいんだよね、壊されちゃうからさ。
最終演とかだとね、どっちかっていうと硬さの方が結構重要だったりするわ。相手に打たせられるしね、結構バンバン相手に弾消費させられる。武器焼き違反ではある。敵のヘリ入る。憧れがあるんじゃない。だけど憧れるんだったら使えばいい話だし、違反すんのは違えと思っちゃうけどな俺。憧れるのはいい、でもそれで違反すんのは違えと思うけどね。うん、本シーズンの盛り方は敵を倒せると盛れるんだけど、それができないから難しい。近くに敵が着地した。よし、敵を発見。新庄と相性いいのは。200ぐらい離れてそう。どうにかして落としに行きたいなこれな。あっちにアクスターを投げるぞ。なんかアクション起こしてくんねえかな。登れるこれ。どうなんだろうね。どこだ。今のが最後だったな。もう援軍は来ない。仲間のバナーを拾ったぞ。これを狙ってきてるぞ。今回は続いているぞ。あぶねえ。味方が一面落としてくれたらでかすぎたな。とりあえずありがてえ。よく今の人落としたわ。素晴らしいぞ。しょうがねえ、今のランクはこんなもんさ。で、文句言うとソロでやるのやめればいいじゃんってくるから気をつけなみんな。なかなかうまくいってるようだ。おお、びっくりした。リングは近いが、あと45秒で閉まる。シールドをリチャージする。そう、ゾーンやべえ。よく殺した。ハイスカキンノックはね、キンノックの方にあれだったかな。距離は近いがな。キンノックだけにならず。でも俺はね。あ
っちに雑魚だ。ついてる。最強だから。リングは近い。あと10秒だ。ブリーフが飛ばされる。俺危険なのが、ニューキャのアビリティが俺のウルトに刺さって壊れる未来が見えるんだよな。ミスって、そう、俺のニューキャのウルト壊しちゃうのが見えるんだよな。それが怖いな。それだけ怖いわ。ナックルクラスターでも食ってろ。そう、次元が違うんだよな。話が違う。プロテクターがお邪魔するぜ。そう、ちょっと危険かもな。モバイルプロテクターを移動させる。少しこっちへ散歩。シールドをリチャージ。シールドをリチャージしてる。こんばんは。お疲れ様です。広いね。あるぞ、ま、そのマザロはあるぞ。そのマザロはありすぎるぞ。それあるぞ。それはある。それあるぞ。あと9だ。あと9。頑張れ。頑張れ。ナイス。刺さった。すごい。キャッ。素晴らしいぞ。それ刺さりすぎてる。すげえ。やべえ。ナイス。ブー刺さってる。それは。すげえ。マジですげえ。すげえ。それはでかい。うめえ。神すぎる。びっくりしちゃった。うまっ。それは神だわ。すげえ。マジでうめえ。いや、ウルトの判断が神すぎたな、今、マジで。天才がいた。すごい。アンダードックボーナスとは、例えば、ヒロアーマーの状態を青を倒すなど、不利な状態で敵を倒した場合に入るボーナス。丸見えた。いや、もうすげえ、マジで。天才かよ。神だった。大丈夫かなと思ってたけど、最後の最後で見せてくれた。天才かよ。これちょっと怖いなと思ってたけど、すごい。天才。これはちょっと、マジで感動したわ。すげえ。ゴッドプレイヤーだったな。これはマジのベストプレイヤーだわ。マジで、でも、超綺麗に囲んだからな、相手のこと。相手終わりや。クリスト、最後の最後でマジ見せてくれたな。天才だったな。ガチですげーってなったもんな。俺もさ、最初思っちゃったな。そう。まあ、しょうがねえなって。そう、しょうがねえなって思ってたんだけど、全然しょうがないとかじゃねえ。すげえ。最後の最後まで。完璧すぎだろ。大丈夫かってね、壁をチラチラ見せたんだけど、すげえや。もう、あれなかったらワンチャン負けた可能性あるからな。相手が動けなくなってたもん。いいねえ。ここっていうね。待ってたんだろうな。怖え。見た目が怖え。入気は動きやすいな、マジで。